皆さんこんこにちは山梨ラボの飯島ですえー、今日はですねイベントの企画運営のあのご質問をいただいたんで私のまあ考えるまあイベントの企画の仕方運営の仕方あとまあ今までの経験のお話を皆さんの参考にしていただければなと思いまして今日は発信をさせていただきます。えー、とですね 僕があのイベントをすごく企画するようになったのってそんなにこう昔からではなくてここ本当に45年まあほんとここ山梨ラボをやってからはあのいろんな形で関わることは多くなったんですけどあのそれまではあのイベント企画っていうのは正直ほぼほぼしてこなかったと思います。 あの誰かの企画に、まあ、お手伝いに行くとかそういうとこはあったんですけど自分で何かを企画するっていうことは正直これあの、まあ、今回ねご質問を頂い,いての回答の部分もあるんで実際やっぱりイベントを初めて企画するってすごい怖いっていうかそういうふうに思う方ってすごく多いと思うんですよね。あのそのためにやっぱり僕も あの、僕の普段を知ってる方なんかはえそんなこと思わないでしょう。なんて思う方もいるんですけど、実際やっぱり人って小心者の部分もあったりするんで、なかなかやっぱりそこまでたどり着かないっていう方も多いだと思うんですよね。だからまあそうまあ、そういったその感情的な部分も含めて、ちょっとお話を今日させてもらえればと思います。まあ、実際イベント企画ってなるとあの。 まず一番最初に考えなきゃいけないのは、まあ、目的ですよねあの何のためにそのイベントを行うのかでどんな人にやっぱり関わってほしいとかあのそのイベントのお終わりの後にどういった状態になってもらいたいかっていうことを僕はあの考えています。今あの農業体験がすごく 僕の中では主軸になっていることが多いまああとね普通に歩まるセとかも過去にはやってますし今年もちょっとその辺に出店とか、まあ、運営に関わることもあるんですけどまずやっぱりそこに来てもらう来てく,れくださる方たちがやっぱりどうあってほしいなっていうその部分も考えてあのまあ何のためにそこの、まあ、目的ですよねそういったことをやっぱり あのやっぱりままず考えます、まあ、実際例で言えばあの農業体験なんかは、まあ、割とあの子どもたちにそういう体験をさしたいっていうふうには言っててもまあ最初はそんなことは思ってはなかったんですけどやっぱりその体験をしていくに繰り返しイベントをやってて。 あのやっぱり大人の方がそこにやっぱり一歩踏み出すことで子どもたちが安心して一緒にやっぱそのフィールドにあの足を入れてくれるっていうかそれがやっぱり「ああ親子ってこういうこと大事だね」とか親子じゃなくてもやっぱりなんだろうその例えば僕が進んでそうやって入っていく例えばもうすぐ田植えのイベントがありますけどそういったところで僕がもう素足で。 あの田んぼの中に入りますとかって言うとやっぱそこに安心して、まあ、子供なんかはもうちょっとえー、どうなのかなっていう不安に思っててもやっぱり大人が入ったことでちょっと安心するっていうこともあるしでましてや自分の親が入るとなおさら安心するっていうことがあるんでやっぱそういった形であのそういう目的であの田植えなんかはみんな楽しんでもらいたいなっていう目的がありました。 でそうするとまあ親子とかやっぱその田植えとかそういうことをやったことない人っていうのがまあターゲットにはなってくるんですけどでそれでまあ日程と会場その次にまあそのこういうことをやりたいっていうふうに決まると次はじゃあ日程とかその場所ですよね。まあ田植えの場合はもう基本僕が関わってるその北杜市のもう田んぼっていうふうに回ってて。で 基本は向こうも日程っていうものも,もう田植えなはもう時期が決まってるんでじゃあこの日ねっていうのはもう3回目になるんでもうもういつ,いつのこのタイミングの何時みたいなことはもうだんだん分かってくるんですけど最初の方ってあとマルシェとかでもそうだったんですけどじゃあこの日であの大丈夫かっていうそのまあ日程とか会場を決めて。 そうするとあの何その場所によっては例えばまあ地方の場合だと特にですけどあの駐車場があるのかとかあとは分かりやすくするにはどうしたらっていうようなそういうまあいろんな条件がまた出てくるんですけどあとまあねマルシェとかそういうイベントとかになるとどんな人に来てもらいたいっていうその目,目的には戻っちゃうんですけどそういったことはやっぱ考えながら。で で日程とか会場を決めると次何が出てくるかっていうとまあ実際まあ宣伝とかもそういうものあるんですけどまずそこにどれだけの予算がかけられるのかマルシェとかそういうイベントね他のイベントでもあの参加料をもらってこういうふうにまあお金の部分ですよねそういった部分も含めてあの決めるっていう。どののくらいの人が 入ってくるとみんなある程度ペイできるのかっていうこともあの少し考えながら、まあ、実際ねイベントの,その会場がお金がかかるんであればこれだけの人が集まってそこで初めて、まあ、マイナスにはならないっていうようなそういったこともまあ目標としてあのそういうふうには決めていくことが多いですね。 でそうするとまあそういったことが目的、まあ、イベントが立ち上がりました目的決まりましたで次に、まあ、会場日時も決まりましたっていうとじゃあ宣伝をしましょうって言ってあのなるんですけど基本僕があの関わってるイベントはまあもちろんね今あのネットであの発信することも増えたんですけどあのまあ 地方なんかはやっぱり何、まあ、ピンポイントでこういう人に来てもらいたいっていう場合はそういったところにまあアクセスをするっていうか直接会いに行くこともありますしあのまあそうですね直接会いに行ってこういうことをやるんであのできてもらいたいっていうところにまあそうすると紙媒体のチラシがあったりとかそういったことそういうところが出てきて、まあ、ポスターとかもねそういうふうに出てきて。 それからまあ集客が始まるんですけど、まあ、本来まあ僕の考えで集客ってやっぱり1か月以上前にやっぱりそういうふうにスタートしてて、まあ、お声がけさせていただくとすごくいいなっていうふうに思いますね。やっぱねギリギリだとどうしても今本当にあのイベントがん世かぶることが多い。 実際もう秋の方ままでで僕イベントはお話いいただててるんすすけどかなり被ってますもう一つに関してはあのお誘いいただいた部分と自分が主催でやる部分がその日が全部かぶってて4つぐらい全部かぶっててまあ主催でそこはやらなきゃいけないところがあるんであとはもうあの他のメンバーとかあのお願いできる人にもお願いするって形にはなってしまうんですけど。 うん、だからやっぱりそういうふうにその宣伝とかに関しても、まあ、できるだけ早くで、まあ、その最初のスタートの目的誰に対して来てもらいたいかっていうところをやっぱ明確にしてるとこういう人に PR しましょうみたいな、まあ、そこがまあ大事かなっていう部分に思います。あとですね まあ実際当日を迎えるっていうイメージをした時にあのよくあるんですけど、まあ、僕もよくそういう失敗をしたんですけど何せどこでやってるかかわらないそういうことが多いですよあの農業体験の場合はもう駐車場がここですよってグーグルマップのそのあれですねリンクを送って「ここです」と「ここに何時集合です」と。 で僕の番号とかも全部お伝えしてもし遅れる場合であればこうしてくださいこうしてくださいっていうふうな手順をもう作っちゃうそうすることであのじゃあここに何時に集合で何時から始めますみたいなあとはですねまあ田植えに関しては例えばその田植えをする苗を用意するとかあとまあそのね ああのの実際 SNS とか見ていただくとなんやこう斜めにこう行ったりするのもそれはまあ体験の面白いところでもあるんですけどそのねしっかり田植えができるその紐を用意したりとか実際あのじゃあ熱かったら水を用意するとかいろんなことがあるのでそういうまあイメージしながらプラスなんだろう何こういう時はどうするっていうのを自分の中で想定しながら。あの そういうふうにやっぱりいろいろ持ってきながら例えば何か過去のそういう似たようなイベントがあった時にどういうものを用意してるかなっていうのも見たりするのもいいと思います。はい、あとはですねやっぱり中心あのそこのやっぱりあの一番中心になる人はできるだけあの自由に動けるようにあのそういうふうな簡単に言えばフォローがしやすい。お客さんのフォローでも 運営側のフォローでもしやすいように。まあそこはやっぱりイメージするっていうのも大事かなっていう部分ですね。で、実際あの？そういう準備から何から決まってそう。じゃあイベント始まりましたって言ってまあ、イベント始まります。で、まあ実際イベント始まっちゃえばもう。まあ、あとは本当にね。まあ、僕なんかは無事終わってくれっていう部分が強いんですけど。 もちろんねそこでも当日でも集客もできますしで実際お声がけとかいろんなこともやるあとやっぱりイベントを当日一番怖いっていうか一番大事にしてるのは、まあ、実際そのイベントが開催されてる中でも常にあの見てはいるんですけどその時間の部分でじゃあ何時にみんな撤収できるかなとかマルシェなんかは。 あの皆さんやっぱ準備があるんで何時に入れますかで何時から開始ですかそうすると例えば1時間必要ですって言えばじゃあ1時間前にじゃあ,あの準備できるようにしましょうとかで何時に終わって何時に撤収できますか会場によってはもうこの時間に完全撤収してくださいとかっていうのもあるんでそうするとそうするとやっぱそこって信用問題にもなっちゃうんであの。 イベントそういうとこもあの主催者側は考えてもう1時間前には1時間に片づけにかかるんだったらもうそこからプラスアルファの時間をとってじゃあこの時間にイベントが終わってじゃあみんな片づけてこのくらいの時間に終われば一応何もなければその会場借りてる時間より30分前に終わるなとかもうねギリギリで結構設定する方もう実はやっぱ相談 される方に多いんですけどもうそうすると本当に博打になっちゃったりもするんでそれはもう実際はもう避ける、うん、そういうことは本当に注意してもらうっていうところですかねあとはですねえー、とイベント終わった後はまあ実際あのどんなとこがまずかったのあのどんなとこを改善した方がいいかっていうことをメインに考えます。 で実際、あのー、多いのが例えば集客で思ったより人が来なかった何が原因なのかなって言ったのをやっぱいろんな形、まあ、出店者さんから聞いたりあとはまあ自分で気づいた部分は自分でメモなりんなりも取っとけばじゃあ次回はそこを直してやりましょうみたいなそういうふうにすると。あのー 回回目3回目っっていうのも精度が上が上たイベントになりやすいあとはあの結構あの僕がやっぱ関わってたイベントでもあったんですけどそのせっかく出店していただいたりとかあのご協力いただいた方とかに対してのフォローがなってないみたいな僕も実際そういうのあってお叱りを受けたこともあるんですけど、まあ、実際やっぱりお礼をねやっぱり感謝を。 例えばそこにね、あのイベントがあんまり集客できなかったけどまあせっかくね、出勤してそれでご縁をいただいたんでありがとうございますじゃないですけどそういう感謝っていう部分も伝えるとやっぱりありがたいかなっていうそうですね。で僕なんかやっぱりあの小さいイベントからどんどんやっていった方がもう本当に内々でもいいんでそこから実際今の流れあの を作っていくとあのまあ小さいが大きいになるだけっていうふうなイメージでまず小さい時から本当に本当に10人程度集まればいいじゃないけどそういう小さな小さな本当に身内のイベントをもう企画してなんかそういう風に考えていった方があの仮にちょっと大きめのイベントを頼まれたとしてももう流れは分かってるんでそんなに怖くない。 気分とただそこにやっぱり付が加わってくることがいっぱい出てくるんで、そこはやっぱりあのやってみないとわからないこともあるんで、まあ、それは実際体験してもらった方がいいのかな？っていう部分ですね。えっ、ー、と今日はですね。あの、イベントの企画運営ですね。そういった考えのことをあのちょっとあの発信させていただきました。で、実際あの僕もあのイベントの方はあの？ まあホームページとかああいうところにまあちょこちょこ上がってくるとは思うんですけど今後もやっぱ農業体験の部分であの実際お願い僕が主催にはなっててもこういうことやりたいんですっていうところでまあ一緒にイベントを立ち上げてることもあったりとかそういうこともあるんでまあチェックがあったらねまあフォローしていただければはい,いいと思います。またねあの本当に ちょっとした質問でも何でもいただければあの僕がお答えできる範囲であればいくらでもしますしあのご協力いたしますのでぜひぜひそういうふうに活用していただければと思います。またあの農業についてはねそういう体験のはちょっとあの他の動画おすすめの動画とかにも出てくると思うんでそういったところで、まあ、見てもらえばこんな感じでやってんだっていうのはわかるんでそういうのも参考にしてもらえればと思います。 思います、えー。今日はですね、えーと、イベントの企画運営についてお話しさせていただきました。ありがとうございます。